にちは、プラマイトルこそこちのです。今日も始まりました、もちつ TV。 今日はこちら幕張のメッセさんに来ております。もうね、下を見てわかると思うんですが、ワンダーフェスティバル2020 間違えそうにやった。ワンダーフェスティバル2020冬にやってきております。上からの眺めは本当に壮観、いろんなブースが出ておりますということで、今回もですね、いろんなブースを回って気になったところをいっぱい撮ってきたので、ぜひぜひ見ててください。どうぞ。5ホールから入ったんですけど、一番最初に目立つブースを見つけました。じゃんここから最初に出会ったの。はい、ゴッドさんです。いつも私がボランティアのニッパーをお借りしていて、すごくお世話になっているメーカーさんですね。え、ゴッドさん、 3D プリンターの出力、へえ、すごいかわいい。マンフェス限定ニッパー、あ、レジン用なんだ。あ、レジンニッパーがこんなにたくさん出るのは初めてじゃないかな。そうだか、スルーもいい使われてる。で、あとまあ、エッジっていうこのニッパーはここの部分に差し込んでいただいて、ギリギリ切り落とせる。詳しいお兄さん方が説明してくれます。今回の商品はこちら。まだね、始まったばっかりなので売り切れてない感じ。珍しい、大体なくなるので、もう今ね、何々がなくなりますって言ってた気がするテク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 、五感屋さんだー。このパッキンがスリム2ノーマル2マイクロです。そなたもこれ回して。こんにちは。これを買ってほしいって言われた。これ初めて作ったんですって。じゃーん10個限定？そう、10個。10個限定？これも少ないじゃないですか。これも5回やスタッフが。どんどんワンフェスに馴染んできてますね。この子でーす。はーい、こちらメーカーさんたちのブースにやってきました。人やばい。けどみんなマスクしててちょっと良い良いと思っております。動物屋さんにやってきました。壁一面に何やら新しいのが入ってます。女の子。この子たちもプラモになるってことなのかな。ほっ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 、すごい可愛いイラスト。ちっちゃい、可愛い。こうやってさらに動かせるプラモデルになる、動かせるフィギュアになるプラモなので、なんか何言ってるか分かんないな。やっぱり美少女系のねシリーズがどんどん増えていくんですね。このままアニメとかなりそうな感じ。こっちもじゃん。へえ、コラボするんだ。なるほどね、まあ、制服たちですね。制服女子っていいですね。ここの壁にも女の子がいてます。アルカナディア、動物や新規プラモデル企画、王道ファンタジーってことで、え、これはいろんな企画が進むってことなんですかね。超かわいい。ハムツ、めっちゃかわいい。丸々したフォルムがいいですね。キューティクルに塗装するとかまたし。プラモデルの方はバランス好きかもしれんな、この感じ。こちらは6月発売です。かわいい。フレームアームズの最新作、発売未定ですが、それぞれのデザインの機体は見たりです。
左左とつけれるわけですよ。
ってるのかな。周りを飛ばしてあげるといい感じですね。うーん、ハンドスケールイノセンティアちゃん、これも6センチぐらい。そう、横にね、そうウィーゴの中に乗せてるゴーライちゃんもいるんですけど、こうやって乗せたりとか可愛いですよね。で、ここはグライフェン、バーン、グライフェンです。でかいね。で、ハンゴーも近く中です。アッセンブルヒロインズっていうのがフィギュアが作れるプラモですね。違う、出てきます。
ですね。ランナー1枚がっつり入ってます。太っ腹。春季だと思う。未来はアクタモード。じゃーん。女の子シリーズのプラモですね。それぞれやっぱフォルムが微妙に違ったりとか表情が違ったりとかするのが楽しいですね。あ、でもそっか、目のね表現とかがこの粘土用具とかいろいろやってるから多いのかもしれないですね。かわいい。アニメチックなデザインが見どころかもしれません。うわ、すごい長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 い。スカフローネとフトレーバーのシリーズです。スカフローネとか難しすぎるでしょ。深海用シリーズ、こんな出たんすね。続いたら初期の頃のこたつと加えてさらにブラックシンカリオンなんていう豪華なのが出てます。すごいね、この感じ。じゃあ、ツバメさん、さらにはエヴァも出てる。これはピピミ。いやめっちゃかっこいいよ。カタブキって言っていいのかな。ヒグマと一緒に遊べば。遊べそうな豪華な椅子になってます。
志摩さんのブースで作業してるスタッフさんが2人。これは今日中に組み立てるんですか？組み立てません。え？趣味です。プラモってこうやってる作るんですよ。空気感です。空気感。完成だけがプラモじゃない。確かに。そうす。途中まででもずっと楽しいですからね。うん、黙々と作業してるのが楽しいし。でもいいですね。実際ここをどうやったらいいですかって質問が来ちゃうと。そうなんですよ。ハート落ちました。どうぞ。ハート落ちました。リアル。え、ステッカーもらえるんですか？もらいますよ。え、ください。はい、どうぞ。やった。あ、やった。ありがとうございます。持ってってください。あ、こんな感じで、スタジルカーで入ってます。なんか渋谷とかにありそうな、ありそうな、ありそうな跡がなさそうな、なさそうな、あります、あります。この辺はマクロスモデラーで出したたくさんの作品だそうです。めっちゃぶった切ってるのが良くないですか？いいね、このレフ板持ってるの超かわいい。これ後ろ見てもらうと、はい、もう、はい、頑張ってません。見えるとこしかやってないんで。いやでもここ埋めてるところすごい。そうです、プラ板で蓋してます。うんこんな楽しみ方もありますよということで、この1体で何人分作れるんですかね。トラブルさんのコーナーにも、じゃん。こいつら、エクゾの改造に金をかけてねえな。コーナーが設置されてます。こっちの方が機械説明とかがしっかりしてる感じですかね。これまで全人の常識が通用する。ここには見慣れたメーカーさんたちのコーナーがあります。ここはカインさん、お、かわいい。ワンピースのような家に帰るまでがワンピースです。名刺ケース、あ、900円、結構リーズナブルじゃないですか。ここ行きます。あー、え、てかエコバッグ安い、200円だよ。カラー T シャツもいっぱいある。え、公式券プラモがあるの、マジか。何個作れるやん。かわいいですね。組み立て説明とワンスクール。次にはちょっと特化品もあったりとかなかったりとか。こちらは新製品コーナー。乙女さんでございます。めっちゃレトロな感じになってるんですけど、ね、女の子が乗るってのはまたねちょっとね感動しちゃう。かわいいわ。でもこのね、高機動車とかかなり結構的に無能の感じとかで、ね、いいよね。うん、ビニール感が出てますね。すごいな、プラスチックだもんね、あれ。おお。付属品の方がすごいんだけど。こっち付属品なのね、よく考えたら。はい、このフィギュアについてくるのがこういう黒金だったりとかします。かわいいな。あ、これ超かっこよくないですか。うん、すっごい。あー、デコールが追加されてます。うん、ここからはいいかな。で、こっちは48分の1なんだって。またこちらもですね、別にあったかと思います。トローダさんやってきました。じゃんじゃん。こちら新粉型の細か。見えるかい？みんなこの細かさが見えるかい？700分の1なのでだいたい15センチぐらいの長さかな。可愛らしいサイズのプラモになってます。ランナーもいたり。細かい。これ見える？ほら、うわーい、うえーい、すげーいい感じね。細かくなっております。これ横のね、展示の仕方が可愛すぎません？これミニジオラみたいになってます。そう、ここにねちっちゃいセットがあるんですよ。超可愛い。親指ぐらいのサイズしかないかな。めっちゃちっちゃいで、700分の1なので船とかいろんなものを並べてジオラマにできちゃいます。めっちゃ可愛い。サイズは例えば、センチ量は
しい、ジェイコンフィギュア付き。あらあら、かわいい、かわいい女の子がいっぱいいるわ。山の飛行機にこう、にこう、立ててあげれる子たちが、かわいい。になってるんですね。でペーパーベースまで続いているから、もうこのままこう再現できちゃう。やば。結構ペーパーベース置くだけでもカメラで見たら分かんないですね。いい感じになります。アミヤマさんのところにやってきました。まあ、フィギュアがメインなんですが、やっぱりでエヴァだったっていうので、かなりでかいのが出ております。やばいな、このサイズ。やばいやばい、エントリープライズ付き、やばくないですか。座り、座り、座り。でもこのエントリープライズことってのはやばいでしょ。でももちろんアスカバージョンもあります。同じく我慢言ってってるー。やばいな、やばいな、このなんかこのレコードディスクみたいなところとかもいいよね。うわー、かわいい、かわいい、いいね、でかいね。6分の1スケールということで、何センチくらい、40センチくらいあるかな。超でかいですけど、じゃん、明日様でございます。そう、このシリーズになると髪をね、パマで上げてるんですよ。勇ましい、かわいい、かっこいい、やばい、好き、愛してる。かわいい、はい、まだこちら監修中っていうことなので、まあ、未定なんですが、ぜひぜひ。何この小物たち。うん、ホットケーキとか、オムライスとか、超かわいいんですけど。出張レストランということで、こんなかわいい世界が広がっております。超かわいいんじゃない？こんな、素敵。ミニチュアってやっぱいいよね。アミアミさんバッグをいただきました。これね、リバーシブルになって、1面がこれで、2面がこれで、中は中でね、こんな感じ、結構シンプルな、使い心地良さそうな感じになっています。これみんなね、プラモを詰めて帰るんだよ。で、ここではですね、ホビーカスということで、ホビーに関係したコスプレちゃんたちが集合する時間があるんです。ずらっと並んでまーす。アミコちゃんももちろんいるし、こんな感じでガテコだったりとか、いろんなキャラクターがいますね。メイドさんのコーナーにやってきました。マシンメンクリーガーからルナガンス限定版でーす。じゃーん、塗装済みでめちゃくちゃかっこいい感じになってますけど、じゃあ4月下旬の発売です。え、限定200マスク。最強の暗殺ペリングは僕とは信じて、また新しいのが出ておきます。少年の歴史は失われたかに見えた。すごいね、足が4本、腕何本だよ。今さら、星の声に聞き方しまう。自由に組み替えられるっていうのが楽しいところですね。もう変形できるっていう。フランフランついてます。かわいいな。
か大きくなった子はジョン・クラン・クランかっこいいです。ジョン・クラン・クランの子もいました。助走が細かいので、見応えがあるフィギュアになってますね。ベタのマツヤさんです。ありがとうございます。じゃあ冊子をもらいました。これね、ストーリーとかね、漫画がちょっとほらチラ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 載ってるんですって。またうちで見よう。発売予定がもう出ちゃってるんですね。はい、すごい。あ、なんかこう白黒になってる状態だと読みやすいですけど、フェイスはフォローしていただくだけです。
のワンフェスもいかがでしたか。今日はねマスクマンが本当に多くてみんな予防しながらでもイベントを楽しんでるっていうそんな感じでした。いろんな新製品だったりとか素敵な商品がいっぱいあったと思うのでぜひぜひまたホームページとかでいろいろチェックしてみてください。以上マキエンチュ TV でした。バイバーイ。